スタームルガーブラックホークはアメリカのスタームルガー社が開発した回転式拳銃。スーパーブラックホーク基本的にはコルトサーを原型としたシングルアクションディボルバーであるため外観はサーによく似ているが強力なマグナム弾を装填、発射するためにシリンダーなど各部の強度、耐久性を向上させた設計がなされている。それに加え上下左右の調整が可能な。 精密な小準機を採用し、バリエーションによっては、シングルアクションディボルバーとしては、珍しい安全機構を取り入れるなど、実戦射撃に適するようにするための配慮が随所に見られる。さらにサー同様に、時弾装填には、ローディングゲートをオープンし、シリンダーの回転をフリーにすることで行うという点は、同じだが、サーは、ローディングゲートを オープンした後、シリンダーの回転をフリーにするにはハンマーをハーフコックしなければならなかったが、ブラックホークの場合は、ローディングゲートをオープンするだけで、シリンダーがフリー回転状態となる、ローディングゲートメカニズムや、シングルアクションでの射撃に適したセレーション入りのトリガー、同じく、サーと同様の反動を受け流すことに向いた、撫で型型のグリップなどを備える。アメリカにおいては、 鑑賞用としても人気が高く高価なコルトサーと比べ、このブラックホークは価格の安さと共に使いやすさや耐久性の高さからクイックドローなどの速射競技用として人気が高く、現在でも生産が継続されている。また、ブラックホークシリーズ以外のシングルアクションディボルバーとしてシングルシックスやバケロ、現代としては珍しい黒色火薬仕様のオールドアーミーがある。 同社が発売するダブルアクションモデル、レッドホークとブラックホーク同様に弾薬増加に対応したスーパーレッドホークは名称に共通性はあるものの、より近代的な設計がなされたモデルであり、両者は全く別系統の銃である。特にスーパーブラックホークなど記載がない場合は、すべてブラックホークが登場。音量注意、ブラックラグーン、ブラックラグーン。 オフィシャルページ内、ストーリー22ザダークタワー及びカリッカーチャカを参照ありがとうございます。